どうもナブチャンネルのたけちゃんです。はい、こんにちは。はい、本日ね、令和4年の3月の22かな、今日20日だっけか、20日だな。はい、今日20日になりましたね。大地震から実は16だ、17、18、19、20、21、6日目だな。大きい地震あってから6日目で、あの地震当日から断水してたんですけど、やっと6日経ってやっと、はい、水が出るようになりました。見て、はい、水圧はねちょっと弱いんだよね、はい、ちょっと弱いけど水が出ます。いやいやいや、これをあの待ってたんです。トイレもねちょっと水が上がらなくて、トイレも入るの大変だったんでね、やっとこれでお掃除がちょっと進みますね。ただね、水圧弱いからトイレの方のタンクに水が溜まらなくてちょろちょろなんです。だからこっちから組んで、でトイレしてます。はい、で外に行くと、雪です。いやいやいや、やっと水出るようになったんだけど、この雪降っててさ、なんだか寒くてテンション上がんねんだよねこれ。寒いと思ったら雪だもんな。まあ、いっちゃったなこれ。よし、まあ、とりあえずね、まあ瀬戸物とか割れたのね、地震の、あの被害で割れたものとかある程度まとめたんだけど、水が出なかったってことでちょっと掃除進まなかったんで、こっちの方ね今日ちょっと頑張って少しでも進めたいと思います。よし、じゃあまた。はい、はいよー。じゃあね、あの店の中ね、はい、だいぶねゴミ出したんだけど、よし、ひどかったんだ。はい、これでやっと拭き掃除できますね。ママちゃんはね俺よりだいぶ早く起きて水が出たんで、もうさっさとお掃除始めてくれてました。あとこの床がちょっと映像では分かんないんだけど、ベタベタで、このお酒とかね割れちゃったんで、すごいベタベタするんで、こっちの方もね床掃除とかもしなきゃダメなんですよね。いや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 、 あとはこれ、はい、落っこって壊れたんで、ね、水でなくてどうしようもないうちにいろんなもの買ってきてね、皿とかも買ってきて用意はしといたんでね。なんせ食器関係がえらいバラバラっても壊れちゃって、まあ、この辺は水槽とかが壊れちゃいました。もちろんテレビも落っこって壊れました。ご飯茶碗とかもないからいっぱい買ってきましたね。よし、じゃあね、ちょっとママちゃんと一緒にね洗い物しながらね拭き掃除の方進めていきたいと思います。あ、さっきトイレっつったけど、トイレね、じゃじゃん、トイレの壁とかも結構割れちゃったね、これ全体的にこういうのがもうこっちこっちにできちゃって、ドアの閉まりは悪いし、立て付け、よし、であれトイレ、トイレ、トイレをジャッて流したいんだけど、水道の水は出るんだけど、給水タンクの方にね水が入ってこないんですよね。やっぱ水圧なんだろうな。で普通ね空になると水上がってくんだけど、この手洗い場なんて言えばちょろちょろ出るんだよね、ほら。でもちょろちょろだかんなこれね、こんなにさ水来ないよね。下手したらあの今洗い物してるとこもほどいじ水来なくなるかもしれないね。まだね水圧が足りません。だこれこんなとこまで壊れてるの、これ外れてたな、みんなこういうの外れちゃって。そうだよな、壁落ちるぐらい揺れだから、そりゃそうだよな。まあとりあえずね少しでも水が出たんで、できるとこをやりたいと思います。よし、じゃあまたね。いやいよー、じゃあね、はい、ちょっとね洗い物さっきママちゃんやっててくれて、なんで水で洗ってんのかなと思ったら、これ水圧が多分足りなくて湯沸かし器が動かないですよね。ね、水の量が足りないと湯沸かし器が作動しないってことだ多分ね。ということでちょっと寒い中水で洗いたいんだけど、水じゃあんまり落ちないんだよね。いやいや、言ったな、この鍋にお湯を沸かして、水でちょっとお湯作って洗い物でもしようかと思いますね。
まあ水出てくるだけでまだなんとかなっからな。でな、寒いな、外に雪降るくれたしな。寒いしよ、湯沸かし式のお湯とかじゃねえぞ、物も落ちねえよな。いや寒い、なんだか今年もこれいろいろありますな。あ、よし、じゃあとりあえずね、喋っててもしょうがないんでとりあえず洗い物しちゃいます。じゃあまたね、はい。あのね、ちょっと悲しい出来事が起きまして、実はよいしょ、うちの一番の働き者のこれ、はい、ルンバ君、今回の大地震でなんとお兄ちゃんの水槽が壊れちゃったんで、それで水没しちゃったようです。おまがな拭き掃除とかやって、ルンバ君一回稼働してみっかって走らせようとしたら動きませんよ。もう水カポカポって、はしょうがねえな。よし、あとはまだ見っけでニュールンバ君にしたいと思います。よく働いてくれる人だったのに、あ、機械だったんだけど、ね、よし。いや、さっきお湯沸かしてたんだけど、なんか湯沸かしこう水脱ぎしてさ、水脱ぎしてガス止めで、あれさっきちょっとお湯は出るようになったんでね、ほんでだいぶ仕事の方もはかどると思いますね。よし、お兄ちゃんが来ましたね。おはよう。おはようじゃない、あ、こんにちは。こんにちは。おめえは来てすぐ何すっかと思ったけど、近所に水行ってたな、おめえ。そうか、また過ぎたな、おめえ。だから、おめえ。亀に合うんで水に、だべ、近所に行っちゃうね。おめえ、ところでよ、お兄ちゃんの水槽でよ、ルンバ君が壊れちゃった。あ、そう、ルンバが水浸しになってた。あれ、なんかもともと壊れちゃった。中にちょこ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 言って。水没しちゃってよ。働き者だったのね、一番。はあ、ああしょうがねえな。まだ新しいルンバ君連れてくって今度、まあ、とりあえず水とかお湯も出るようになったから、まだちょっとトイレは水圧低くて上がんねえけど、水よ、なんとなく片付けっぺ。下には水あの上がるだか、じゃあいいな。まあ、店の方はね、もうほんとママちゃんが一生懸命やったんであらかたになってるんで、ただあいつらな、飲み水になんねえから店できねえ。そんなな、飲み水になるまで何時間かわかんねえ。火曜日、週末できっかできねえからな。マジガラのあれ来んのかな、飲み水いいですよって報告みたいな。でもこれ多分ろ過してないだけだよ、だから、うん、ろ過して週間くらい、週間はどうだか分かんない。でもその時でも水出てから5日くらいかかったんじゃない。そうなんだっけか。まあなんか そのようなので、そのようなので、ちょっとあと町の方にね確認取ってみますね、水から飲んでいいんですかって。よし、じゃあとりあえず店の方ね、いつもの形に戻していきたいんで。よし、じゃあまた会いましょう。はい、あ、どうもー。じゃあね、あの店の方の片付け方なんだけど、今ちょっとママちゃん洗い物とかしてね、店の方のやつやってくれてんだけど、お兄ちゃんと一緒に。私ね、こっちは倉庫の方もちょっと調子悪くなったもんで、倉庫のとこはね、これ揚げ締めにちょっと合図なのなんだけど、なんて言うんだべ、ストッパー壊れちゃって、これ手を離すと、ダーン、なんて言うんだ、戻ってきちゃって止まんないでね。よし、でこちら危ないんで、ね、この角にねちょっとストッパーを買ってきて今、はい、こちら玄関ドアロック用、バタンバタンと閉まんないようにね。こいつの方をね、今からちょっと設置の方をしてみたいと思います。よし、はい、カメラマンがいないので設置作業は映せないんですけど、あの、着き終わったらまた回します。よし、またね、はい、はいよー。じゃあね、さっきドアのクローザーね、やっと作業終わりました。はい、じゃんじゃんじゃん、汚れてた。はい、新品ドアクローザー装着完了。ああ、よし、まあ30分くらいかかった。やり方が分かんなくてちょっと時間かかりました。はい、どんな塩梅が続く、クククククって開けて、はい、止まってまーすね。で、これを閉めると、閉まないと、閉めると、
こんな感じでいいね。これで言うじゃん、ドアがバッタンバッタンしますだから、まあ、このぐらいだとね、自分のドアの自重のこう勢いでちょうどいい感じに閉まります。バッチリだ。よし、じゃじゃん。よし、じゃあとりあえず俺のね、はい、はい、修理動画でございました。よし、じゃあママちゃんとお兄ちゃんちょっと店の方やってるんで、ね、もう一回こっち終わったんで店の方に戻りたいと思います。よし、じゃあまたに。はい、よー、じゃあね、はい、お店の方ね、もう時間も時間でいい時間になったんで使っちゃうな。え、なんかもうお前抜け殻みたいになってた。疲れた。え、破棄状みたいになってた。おべ、うん、え、真っ白になってっから。真っ白になってた。あ、今日はよ、今日はいいべ。なんか珍しくお兄ちゃん一生懸命動いてるけどよ、ほっといてもは。あ、さあ疲れたから明日にすって。いや、でも明日一日あればできっか。店は、店はできる。部屋何もやってねえかな。部屋やってない。大丈夫だ。スーパー、あのスーパーアルバイト呼ぶから。じゃじゃじゃん。あ、どうも、けんちゃん。おめえ、ピース休みの時手伝いしてこう。こうやった。はい、よろしくお願いします。あの店はなんとかな、2、3日でこれパタパタやってやるから。だってよ、店もあるしよ、倉庫もあるしよ、おめえ部屋もあるしよ。部屋だって何部屋と思ってんのか、ごめん。よかったな。大丈夫だ。ざわざわって。どうしますね。大型トラック呼ぶようだもんな。まあ、とりあえずじゃあ、まあ、明日とか今週中に店やって、でケンちゃん休みになるのを待ってて、あ、はい、あ、 大きいやつな。ああ、小物はだいたい腕らでやって、はい、でケンちゃん来た時に大物を手伝ってもらう。終わった、はい、じゃあおめえ休みになるの楽しみに待ってて。休ませねえかな。まあ、はい、なんかあのケンちゃんもね心配してね、様子見に来てくれたんでね、休みの時に手伝ってもらいます。じゃあお願いしようか。よし、お願いします。じゃあそういうことで、緊張も来たんでね。まあいいね。まあ今日はここで動画してね。な、よし。じゃあとりあえずあの、ケンちゃん休みゲットしたんで、よかったです。そういうことでね、本日は店の片付けとね、あの倉庫のちょっと補修の、ね、動画でございました。ちょっと水の方が、いつ使えるようなかわかんないんで、水は出てんだけど、飲食用としてね。 あと決まりましたら、あのまだ動画の方で居酒屋見せあげるって報告しますんで待っててください。よし、じゃあそういうことでまた皆様行きましょう。来たついでにやる。じゃあ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくで、バイバイ。はい、バイバイ。2名ついでだ。じゃあね。